ガーゼを折るだけでサイズ違いのマスクが簡単に作れます。まず耳にかける部分をストッキングで作ってみましょう。ストッキングを輪切りにして引っ張ると輪ゴムのようになります。ストッキングは柔らかいので耳が痛くなりにくいです。足首と太ももでは大きさが違うので2つ1組にしておきます。ゴム紐を使う場合には長さを変えておきます。短い方から20センチ、25センチ、30センチです。それを輪にして結んでおきます。幅30センチのガーゼを使いました。 S サイズは長さ30センチ、 M は45センチ、 L は52、3センチに切っています。 S サイズはガーゼを広げたら4つに折ります。ゴム紐を使ってみましょう。結び目が耳に当たらないように内側に入れて3つに折ります。これでマスクの出来上がりです。 M サイズは3つ折りのまま同じようにして作ります。 L サイズは一度広げて大きめに折って、あとは同じように作ります。ストッキングの輪ゴムは結び目を気にせず作ることができます。 L サイズは口に当たる部分が薄いので間にガーゼを挟むといいでしょう。S、M、L サイズのマスクができました。 L サイズのマスクをつけてみます。鼻の上の方から顎まですっぽりと覆うことができます。ウイルスブロックスプレーがあればその上から吹きかけておきましょう。ガーゼは通気性がいいので眼鏡が曇ることもほとんどありません。使い終わったらバラして洗濯をします。乾いたらスチームアイロンなどで滅菌して繰り返し使うことができます。